はい、こんにちは、私が春です。ということをやっていこうと思います。まだですね、東京大阪間実燃費比較500キロ、いくらの燃費が出るかやってみようと思います。それでは行ってみましょう。ちなみにですね、今撮影している場所はここです。オリンピックの選手村があったところですね、の駐車場の横ですね。こちらで撮影しております。で、プリウスですね、50プリウスで今回挑んでみようと思います。こちらね、ハードオフで買ったものですね。それを入れておきました。それでね、実際にプリウスを乗ってみましょう。これね、帰ってきてからね、撮影してるんですよね。行きは大阪から出発しておりますからね、東京着いてから撮影しております。で、案の定ね、クルコンがついていて自動追尾タイプですからね、だいぶ便利ですね。ってことで、まずはね、満タン砲で燃費を入れてみましょう。ガソリンですね、171円ですか、廃屋ですね。まあ、エネオスカード使えばマイナス5円引きですけど、結構高くなりましたよね。ね、いかに動画をね、更新していないか分かりますよね。これね、7ヶ月ぐらいね、動画放置しておりましたからね。ということで、まあ、それはさておいてですね、ガソリンを満タンにしましょう。もうプリウスはね、カチャッとやればね、もう終わるんで、待ってくださいね。現在が 74,769km で大阪出発で、トリップメーター AB を0にします。これで OK ですかね。待ってくださいね。これで行きましたね。で、ガソリン満タンで 870km ですか、走るって書いてましたよね。まあ、それはさておいてですね、早速出発しましょう。久々のお昼ですね。いつもね、夜にね、出発してるんで、真っ暗い画面しか皆さんね、お見せすることできなかったんですけども、今回はですね、お昼ですからね、結構いいですね、こちらね。で、現在出発したのがこれあれですね、近畿道ですね。大阪のあれですね、近畿道で、まあ、西名阪に入りました。ですから、大阪から今、奈良に向かってます。で、奈良の名阪国道を抜けて、あの亀山ですね、あの三重県とか愛知県とか、ビャーと抜けて新名神ですか、新名神に入ろうと思います。それでは行ってみましょう。意外とですね、これね、電子工作番組ですけどね、 DIY チャンネルですけどね、このね、動画が意外とね、大好評でございますからね、これを見てみたいっていうね、声のリクエストがございましたからね、今回やりましたけども、結構ね、面白く旅をしております。でもね、長旅なんで結構疲れるんですけども、オートクルーズですか、足踏まなくていいんで楽ですよね。ってことで、ビャーっとね、今ね、名阪国道ですね、名阪国道のオメガカーブですね、伝説のオメガカーブ、急カーブ、事故多発地点を今ビャーっと登っていってます。こちら登っていってですね、オメガカーブを通過してですね、もうね、交通量もまだ少ないから楽ですね。ということで、ピャーっとね、もう行っています。で、ここはね、最高時速70キロ区間と60キロ区間がありますよね。ということで、ビャーって今走っていますよ。そして、走ってた矢先ですね、まあ、これ順調に行くのかなと思っていたところですね、とあるものに遭遇しました。それがこちらですね。ちょっと倍速をやめてですね、倍速を止めまして、前にね、クラウンですよね、あれね、銀色のクラウンが見えてますよね。これね、おそらくね、覆面っぽいんですよね、フォルムがですね。ですから、周りの車がゆっくりなってるんですよね。で、今ね、私の右をトラックがね、追い越したんですけども、覆面に気づいてね、速度今落とし出しましたよね。ってことはですね、おそらくは覆面なんですよね。この後ですね、右側からアルファードがね、追い越してバーッと抜かしていくんですけども、覆面パトカーに気づいたんですかね、なかなか抜かさないですね。まあね、パトロールしてるだけかもわからないんで、まあ今で私ね、70キロぐらいで走ってるんで、でも70キロ超えてると思うんですよね、あのアルファードは。ですから、でも追い越してますよね。で、追い越してですね、捕まってお釈迦ポンですね。あとは、まあ、ここ名阪国道、この区間は60キロ区間ですから、70どっちだ、待ってくださいね。あ、70キロって書いてますよ。ですから100キロオーバーで捕まえるんですかね。まあ、それでもね、まあ、名阪国道なんで110とか120とかみんなビュンビュン飛ばしますからね、ここの区間ね。事故率がナンバーワンに高いですけどね。わ、ってことで、これで覆面が追いかけるんですかね。待ってくださいね。前のトラック遅いんで、あ、でもあのベルファイアもだいぶ、あ、アルファードですね。アルファードもだいぶ飛ばしますね。ってことで、捕まえるのかな。気づいたらね、またピャッと寄ると思うんですけどね。ちょっと行ってみましょう。追跡してみましょう。あ、おそらく気づきましたね。気づいてない。また、だいぶちょっと離れていってますね。ってことで、まあ、覆面があれですね、追尾してますね。後ろから追尾してですね、これ何百メーターでしたっけ、100メーターか200メーター追尾しとかなくちゃダメなんですよね。でも、ここってね、今見えましたかね、あの、オービスがあるよって書いてあったんで、おそらく普通の車、あの看板見たらですね、速度緩めると思うんですけどね、オービスの看板が見えたらですね、警告看板が見えたら。ですからね、アルファードもあれですね、ちょっと緩めましたね。でも、覆面は後ろが一応ついてきてますね。ああ、でも、あのアルファードもちょっと飛ばしていますね。ちょっと待ってください。私もちょっとね、後ろにつけますよ。よいしょと。あ、でも、これ、あれですね。何もなかったですね。で、ここで一応、奈良県と三重県の県境ですか、名阪国道の。ですから、おそらくこれ、奈良県警の車だったら、ここらで降りると思うんですよね。おそらくは降りるかな。ちょっと待ってくださいね。このまま何もないのかなってことでずーっと行ってですね、おそらく私の勘が正しければですね、降りるんですけども、ここで行ったんだよ。ちゃんとね、確認しておきましょう。
あ、覆面パトカーでしたね。あの青色の制服を着た2名の方が乗っていらっしゃいました。お仕事ご苦労様ですということでですね、もっと安全運転で走っていこうと思います。名阪国だな、せ事故が多いですからね。トラックも夜ビュンビュン走るし、70キロの道ですけどね、カーブでクネクネしてますしね、ここを100キロとかね、100キロ以上で飛ばす車が多いですからね。まあなんせね、一番ね事故が多いとこでございますからね。そして名阪国道の終わりですね、亀山インターまでワープします。で今亀山インターチェンジに入りましたね。こちらですね、亀山の料金所に入りました。ここでねパーキングエリアがございますから、ちょっと一休みしようと思います。この後はですね、東名阪自動車道に入ってですね、伊勢湾岸道で新東名ですね、その旅行になりますんで、まずはここで一休みしてみましょう。亀山到着。昼間はいいね、昼間は。昼間はいいね、昼間は。昼間は亀山到着って言ったらこんな感じかな。で、一休み終わったので、早速行きましょうね。ぼーっとしてる暇もないんで、ビャッと行きましょうね。まあね、トイレ休憩も入れてですね、2、30分ですね、仮眠を取っていきましょう。今日はですね、このままね、新東名でずっと東京の御殿場抜けてですね、東名行って東京まで行って全部高速乗るんですかって言われそうなんですけども、今日はね、そうじゃないんですよ。途中でね、浜松に寄らなくちゃダメなんですよね。浜松の知り合いの家によってですね、あとね、ちょっとね、浜松のハード方に一軒巡ろうかなと思うんで、途中ね、浜松で降りようと思います。ね、またその後高速に乗るんですけども、ですからちょっと途中で一般道を走ります。ですからね、500キロじゃなくて今回は550キロの走行距離になると思います。ってことでね、まあそれはね置いてですね、ビャーっとね、今ね名古屋のね、あそこ抜けていってますよ。あそこって言ってもね、伊勢湾岸道ですね、名古屋です、名港中央とか、あのレゴランドとかね、あのあそこら辺ですよ。あそこら辺は今抜けていってますね。ここもビャーっと抜けていきます。ここは交通量が多くてね、ここも結構事故が多いんですけども、今回はまだね道がスムーズにですね、走行してるうちに新東名に入りました。昼間はいいですね。やっぱ風景が綺麗ですね。道も空いてますしね。ってことでピャーっと行きますよ。ピャーっとね、120キロ区間もうじき車行きますからね。いつもね120キロ区間行きますよ。と思っていた矢先ですね、工事があったので速度出せませんね。ゆっくり行くしかないですね。最近ですね、新東名も2車線区間から3車線区間にね、ちょっとね拡張する工事とか行われているんで、120キロ出しづらい区間がありますけどね。ってことでね、120キロまた出しました。こちらですね、前回でまたプリウスでも120キロ出しておきましたので、まあ今回はもう出しておきましたけど、まあこんな感じですね。オートクルーズでなだらかいね、道が広いんで、もうこの120キロでピャーっと行きますよ。まあこれで行ってもね、燃費がいかほどなるか皆さん心配ですけどね。まあハイブリッドカーの場合、高速走行が苦手だと言われそうなんですけども、50プリウスだったらね、そこそこいい燃費はいくと思うんですよね。ですからどれぐらいいくかな、皆さん気になると思うんですけどね。 あとですね、これね、今回はねエアコンはオフにしておりますからね。これ冬場ですから7度とか寒いんで、ヒーターはオンにしていましたけどね。ってことでですね、まずね浜松に着きましたね。まもなく浜松でございます。で浜松ですね、ここね、浜松でちょっと一休みしてもいいんですけどね。浜松って言ったらね、パーキングエリアの中に、あのサービスエリアですか、あの中にですね、お城スコープがあったと思うんですね。ローランドかヤマハのね、お城スコープが置いてあったと思うんですよ。なんかそれで遊べたとこがあったんですけどね。まあね、そこは寄らずにちょっとトイレ休憩しただけで、ここはね、あのミニサービスエリアっていうんですか、それミニパーキングエリア、なんていうんですか、これ、ね、ちっちゃい出口を降りてですね、まあ、またコメント欄で教えてくださいね。ここでピャーっと降りてですね、ここから浜松に向かいます。こっから降りる、これなんて言うんでしょうね、この道の名前。あ、思い出しました、スマートインターです。スマートインターって言いますね。まあ、それはさておいてですよ。あとね、浜松市内にね、バーっと行きますよ。で、まずは浜松市内の、ね、ハードオフに行って、ちょっとプリンターをね、ちょっと買い漁ろうと思います。まあ、これもね、ハードオフ巡りをしながら行ってもいいんですけどね、パッソの回でね、ハードオフ巡りしたんですよ。その動画も実はあるんで、またあげますけどね。まあ、こうやってね、巡りながらね、ジャンク巡りをしていくのも楽しいなと思うんですけども、まあ、なんせいいですね、この時期はね、道が空いておりますね。ってことで、ハードオフ着きましたね。ちょっと待ってくださいね。よいしょと、この矢印信号が変わると、まもなくハードオフでございます。マトウさんに用意したと。あー疲れた。ハードオフとちょっとマクドナルドがあるので、ちょっとここで出発にします。で、ハードオフに来て、その後ハードオフの帰りはですね、ちょっと知人の家でトークして、またね、高速道路乗って帰ります。ってことで、ビャーっとね、ここはどこですかって言うと、あの、バイパスですね。1号バイパスですね。こちらは浜松バイパスですね。まあ、名阪国道みたいなもんですね。静岡県ってこのバイパスがだいぶできてからね、別に下道で移動しても楽ですよね。またね、
新たな工事も増えていってますからね。どこでしたっけ、清水ですか。清水もまだバイパス化で増えていってるんですけども、問題点がですね、掛川あたりがいつも混むんですよ。一車線でね、もう常駐化して混む箇所があるんで、あんま掛川多すぎるとですね、どうなんでしょうね、高速乗った方がいいって場合がありますけどね。今はこの時期空いてますけどね、ちょっと今日はね掛川が混みそうだったんで、掛川、森掛川ですね、森掛川からまたね新東名に乗りますよ。で戻っていきます。なるべくねこの明るい時間に戻らないとですね、下道でゆっくり戻ってもいいんですけど、真っ暗な風景を皆さんにねまたお見せするのも悪いかなってことでね、今回昼間ですからね、またね森掛川からビャーっと120キロ出してですね、東京までワープして戻ろうと思います。でもオートクルーズですから本当疲れないですね。アクセルペダルずっと踏まなくていいんでね、ということでね、ちょっと注意深くですね東京の方に向かって帰ろうと思います。でここからビャーっとまた120キロですね、急加速するとですね燃費に悪いんでね、まあ、徐々に加速していきます。でこれで120キロ出しつつですね、あー楽ですね、音も静かでございますね。もうこれでねビャーっとね、御殿場あたりですが、御殿場あたりまで120キロ区間でございますからね、120キロで安全運転で走行してまいろうと思います。であと思うんですけどね、このねプリウスの回の次がヤリスハイブリッドの動画を上げようと思うんですよ。実はヤリスハイブリッドの回もここを走るんですけども、ヤリスハイブリッドは1000キロですね、1000キロで行くんですけども、あっという間にですねこれがね次回の番宣でございました。ってことでね、もう番宣の間にね東京に着きまして、東京に着いた瞬間にですね首都高がちょっと混んでいるので、この手前ですね横浜経由でちょっと東京のね都心の方へ抜けていこうと思います。ですから町田でピュッと置いてですね、あの16号ですか、16号ビャーっと行ってですね、あのまたピューっと行くんですよね。ここ一応地図貼っておきましたからね、湖北経由でね入ってもいいんですけどね、湖北経由だったら若干高いような感じがするんですよね。ですからねこっちから戻ってくる方が安いですね。ってことでビャーと戻っていきますよ。ですけどねこれ取っていたのが12月ですよね。4月からまた首都高の料金が変わりましたからね、高くなったんですよ。ですからね湖北経由で戻った方が安いと思いますけどね、この頃はまだね安かったんですよね。ってことでビャーとね戻りつつね、もう今ね羽田空港過ぎましたよ。でこの後ですね、あの豊洲あたりまでビャーと行きますからね、このままビューと行きますよ。もう間もなく着きますね。今お台場に間もなく差し掛かろうとしています。でお台場の渋滞が心配だったんですけども、今回大井町ですかね、ここね大井町あたりの渋滞もちょっと心配だったんですけども、大して渋滞がなかったですね。まあ良かったでございますね。いつもここ混むんですよね夕方になるとね。で混むんですけど問題なく流れておりますね。で枝川ですか、枝川で降りようと思いますね。もう着きましたね、早かったですね。今回疲れなかったですね。ですけどね出たのが9時ですよね、今5時ですよね、もう夕方ですよね。でも昼間に行くといいですね。でいつもねあの枝川のエネオスでガソリンを入れていこうと思います。あでも疲れなかったな今回ね。やっぱり車によって疲れる疲れないってありますからね。まあね、なんせ疲れたのがシエンタの回ですか。シエンタのハイブリッドは疲れなかったんですよ。シエンタのノーマルですね。ガソリン車はちょっと疲れましたね。あとパッソですか。パッソも疲れましたね。であとヤリスですか。ヤリスは意外と疲れなかったですね。3気筒の車だったんで。まあと言いつつね、ガソリンスタンドに着きました。で526キロ、実際はリッターは 28.5 って出てますよね。550キロ走りました。ってことで、これで、まだねガソリンがちょっと残っていましたけどね、これで入れてみようと思います。プリウスすごいな、ガソリンまで減らないですね。やっぱハイブリッド化ってすごいですね。ということでね、ガソリンを入れていこうと思います。で今回が 550.6 割るですね、 17.3 リッター入ったのでいくらですかね、リッターあたり 31.7 ですね。あリッター 31.7 行きましたね。一般道も走って120キロも出してですね、今回エアコンオフにしてエコモードで走ってましたけども、あリッター30は超えましたね。次にですね、前回がですねリッター 29.4 でしたね。高速道路走行全部で 29.4 でしたね。ってことはですね、まあ、30いったんで良かったですね。あ、行きましたね、これ。あ、リッター30超えましたね。やっぱプリウスは燃費いいですね。ってことでね、またね、チャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いします。高評価か、もしくはね、チャンネル登録でよろしいですからね。それでは皆さん、さようなら。またね。